ート。はい、朝一、2つ目はこちらの三河屋さんを覗いてみましたら、卵がこんなに積まれております。これは福島の四季の恵みの卵です。牡蠣とか、牧作液とか、国産の玄米を餌にして、美味しくて安全な卵で、10個でなんと250円です。まあ、小田原から東北頑張れということで、応援の卵です。では早速ね、これ、いただいてみたいと思いますので、封を開けてみます。で今日はですね、なんとね、卵がきっかけのね、モデルさんがいるんですよ。はい。お名前どうぞ。あ、すいません、こんにちは。小田原箱根商工会議所の内田と申します。今日は卵かけご飯、試食ということで、私、来ました。とても美味しそうな、あ、今卵が割れましてですね。はい、お醤油もかけます。この黄色い、このふんわりとした、このプリプリが。はい。ご自分で混ぜてください。はい。まず割り箸を割って、まず真ん中にこのね、穴をこう開けてですね。すごい鮮やかな。そして、これを中に落とす。あ、やっぱり、ね、これやっぱ卵の質がいいからこういう風にね、このお醤油をかけて、そしてこれを混ぜる。あ、いいですねこれ。あ、じゃあこれすいません、はい、じゃあいただいてみたいと思います。マーシャルボーイです、どうぞ。もう食べることで一生懸命ですので、お味はいかがですか。これ美味しい、これ、これ、いやこれ冗談じゃなくて、これやっぱりこれ座ってもらいます、上からか。これやっぱりなんか鶏の餌が違うだけあって、本当にこれそうです。もう飼料もね、全部自然のものですので、うわー、もう吹き込んでなりますね。これこれぜひ本当に皆さんこれ召し上がってみて、本当に嘘じゃなくて一度でいいからぜひ本当に召し上がって。美味しい卵はね、やっぱりこうやってね、ご飯にかけるのが一番ルーです。卵かけご飯、いやこれ本当にこれただの卵がいこうんじゃない、これは本当に美味しいです、これ本当に。四季の恵み福島さんです。これからもよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。